チラシは自分で巻いたんですか？もちろん。一軒一軒こう。もう一軒一軒巻いた。ポスティングです。もうポスティングの鬼でした。すごいな。もうね、電話鳴るまで配ってました。うん、朝から晩までずっと。へぇ、そのチラシの配り方で、ちなみに最初の学校の同期が10人ぐらい、約11人ぐらいいたのかな、一緒に卒業した人が、でみんなやっぱ開業目的の人がほとんどだったんで、1年後に会ったのかな、みんな卒業生と、みんな飲みに来て、みんなどうみたいな感じの話になって、みんな、いまいちだなみたいなこと言ってて、でチラシってちなみにどれぐらい配ったって話になって、みんな私1000部しか配れてないとか、俺5000部ぐらいかなって1年だよ、俺愕然としちゃって、半年、あ1年か、1年で5000部とか1年で1000枚ってどういうことと思って、俺1日5000部配ってるんでだからその差が見るんだよ、圧倒的その差、気合の差、もう気合系、もうずっと、もうしかも怒られるのよ、チラシ配りって結構、管理人とかに、怒られてもへこだれないで、もまた行ったりね、お父も同じとこ行ったり、もうとにかくいろんなとこ配ってる、一軒家だろうかマンションだろうか、マンションは早いんだけどね、集合マンションだと結構こういうとこだとさ、一気に触れるじゃん、何百とかって、でも範囲も結構広い、広かった、もうね、続きくある程度続きくってとこから始めて、続きく終わったなと思ったら今度違う服に広告見て、広告配りまくって、しまいにはもう終わったんで、今度東京の方行ってましたね、港区と配ってましたよ、港区でもね、高層マンションがほとんど配れないのが分かったんで、放送でね見られてるので、前放送が入るのよ、チラシ配りやめてくださいって、さすがに聞こえないふりしてやってても何度か言われるとちょっと配れなくなっちゃって、港区のあの高層マンションタワーマンション軍団は新聞折り込みしようと思って、新聞折り込みしてもらって、一部 1.5 円だか2円だかぐらいだと思う、でもね折り込みって来ないのよ、新聞の中に紛れちゃってるんで生見てない、ポスティングの方がね目に留まる確率が圧倒的に高いもんね、そういう努力をしないとダメ、いや、そういうことなんですね、その差です、もう全滅したかな、確か、私以外はもうやってない、やってない、結局やってないんかいみたいな、あと女子の人は結婚したりとか、お子さんでやってないとか、でもやっぱ一人でやるといくらでもサボれるし、サボれる、そう、気合の差が出る、そこで出るんだよね、もうサボれと言えないのよ、だって子供3人いるしさ、一軒家も買ってるしさ、車のローンもあるしさ、もう大体想像つくでしょ、子供3人育てるといくら稼がなくちゃいけないのみたいな、奥さんは3人いたんで、なかなかパートも行けないから、内職やってましたよ、内職ね、でも1日6時間ぐらい必死になっても2万円とかぐらいなんで、もうね、こんなコスパ悪いのあるかっていう話をしてて、で手伝わされたりしてさ、いろいろくっつけたりなんかするやつとか、でも会社辞めるって言った時、うちの奥さんもね、全然反対しなかったよ、すごい頑張ってる姿は多分見てたんだね、1日4時間睡眠とかでしたもん、ずっと、だって掛け持ちしてやってんだからね、やっぱシナさんみたいなのじゃないですか。いやでも大体そういうのを通り越えてきてる人が多いよね、そういうなんか、今すごい人たちはね、だよね、去年あたり川上拓さんとか全然寝てないからね、すごいよ、もうパワフルで、そういう時期があるんだよね、するとなんかあんまりこう大変なことが苦じゃなくなるというか、そこを通り越えてこない人ってこう壁に当たるとすぐこうやめたとか、へこたれちゃう、もう壁に当たったらそれをどうしよう、どうしたらいいんだろうって考えてそこをクリアしていくっていうのが普通の考えになるよね、
じゃないで YouTube とかもそうだけど、うん、YouTube なんていつやってるんですか。すごいね、いつやってるの。でしょ、うん、もう YouTube もすっごいあの浪費かかってるの、労力、うん、撮影行って編集して、だから、ね、しかも私週に3回出すので、私担当で、うん、週3回、編集とはもう本当にいつやってんのっていう、うん、やってますね、うん、空いてる時間全部、うん、でも結構あのドラマとか見てますよね。あ、見てる見てる全然見てもうあの時間は夜 の, あの自分のこうリフレッシュタイムなんで、うん、ドラマ見てお酒飲んで、うん、寝たらもう次の日全部疲れ吹っ飛んで、うん、なお取れてるみたいな。まあね、あれはね、もう私服の時、もう時、もうシフト時ですよ、もう一番こう、なんちゃうからふわーって抜ける時ですよ、疲れが、うん、で、爆睡なんで、昔はね、もうほんと4時間ぐらいだったけど、今はもう6時間とか7時間、がっつり寝てるんで、うんうん、がっつり寝た後に、まあ編集とか溜まってなければ、大体ジムに行くね、空いてれば。ジム行ってるんですか。行ってます行ってます、体動かしてさっぱりするよ。ジム行ってまず30分走って、うん、あと筋トレ軽めにやって、うん、でシャワー浴びて帰ってくる、そしたらもううーって感じ、うん、もうさっぱりみたいな。山も登ってますよね。山も行きますよ、山行きますよはい、山もいいですね、やっぱさっぱりですね。大変だけどね、めちゃめちゃ大変だけど、もうなんて言うんだろう、もうね、バカじゃないぐらい、なんで山登ってんだろうって、しょっちゅう思うんだけど、ね、なんで登んないや、あのね、やっぱり絶景に出会っちゃうと、それが見たくなるんだよね。本当にね、天界みたいな、雲の上とか歩くとこは、うん、本当脳がね、気持ちいい状態になる。でも、降りなきゃいけない。そう、降りなくちゃいけないんですよ。で、膝が痛くなるんですよ。膝が痛くなるからね、だいたいね、長いコースは、うん、もうなんか、とんでもない山行ってますよね。行ってる、とんでもない山行ってます、ね、はい、もう中級以上のところが行っちゃってるんで、まあ普通6時間とか7時間かけて登る山とか行かないでしょ、みんな2時間でもみんなヒーヒー言ってる。いや、うん、そうですね、さすがに7時間行った後にまたさらに横の山2時間行った時は死んだな。で帰ってきて11時間1日で